何に何何あの年金2000万円問題と一緒や、うん、何に不安か分からんけど不安やみたいなのがよくおるんや、納期がいっぱいおるさ、そういうことやろ言うてんの、うん、だから俺が今答えを言うてあげてるわけやんか。準備する、うん、なもうこういうこういう風にこういうことをやるんやと、もう隠居したら、隠居中が一回リタイアしたらね、まあ、それぞれみんなあるはずやねんけどな、なんもないねんという人っておるっていうもん、いっぱいおるから言うじゃん、いっぱいあるよ、なんもないってないねん、なんも楽しいことがないわけ、目的がないんですよ、え目的がない、あ生きがいがなくなってる、あ今日グッズ喋んな、そんなことない、今日前回やな、こういう話になると自分のことのようにそう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 、生きがいよ、生きがい、うん、だからね、さっきの話じゃないけどね、食べるためにね仕事しててもダメなんよ、そうでしょ、うん、だから当然我慢せなあかんことあるけど、そこがそこへ行くまでに、そうするそこへ行くまでに今何しとかなあかんかっていうのをやってるだけなんで、何にもない状態で毎月適当にサラリーもらって当たり取ったら、それは最後地獄ですわ、そう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 、でもそれほとんどやって、なんで考えへんじゃん、まあそういう訓練が受けてないですよ、訓練関係ないやろ、自分の考えろ、自分のやりたいこと、いやそもうレールの上しか行ってないじゃん、みんなこれしか行ってないよ、ここしかレールってなんやねん、レールって、休みの日にやることあるやろ、まあ、だからゴルフみたいな趣味一番あかんねん、うん、あんなんな隠居してから何かになるってならへんか、ならへんならへん、そやろ、うん、やっぱりね、前も言ってんか、スポーツでもやっぱりそのプロのおらんようなスポーツで、多分まだなんとか花が咲く可能性もあるわけ、年いってからでも、わかる言うてんの、そんなもんない、野球とかサッカーとかゴルフやってます、休みの日に遊んでますって、もどうでテニスも一緒やろ、どうでもならんで、そんなもんやってんの、ただ単に喜んでる時やろ、いやいや喜んでる、俺がサウナ行って喜んでるのと一緒やそれ、時々トーナメント出て、うん、いやほんまな、もうこれからな、やっぱり第一産業に変えるんでね、世の中も、世の中も第一産業に変える、だから ね、それ以前にな、もっと大事なことは、第一産業がなんでええかって言ったらね、ようか、うん、最強になんでええかっていうと、何があっても食っていけるんじゃん、とか、ご飯には困らんわけや、うん、畑持って田んぼ持って自分で、いや自分で魚釣って、自分で野菜と作って、もう肉いらんよ、魚獣はいらんねん、だから田んぼ見せる魚や、漁業わかんの、漁業だから、漁業と農業、うん、魚いいよ、だからそれが一番いいん、うん、そうでしょ、うん、違う、お金なくても生きていけるよ、違いますか、食べれればね、農業漁業をやっぱやっていったら絶対来るもん、てめえの食べる分とかね、その近所のもう動かれへんおじいちゃんおばあちゃん10人ぐらい賄えれへんが、自分ね畑やっとったらどうぞって言って、うん、ちなみにうちの嫁さんにね、うん、ちょっと田舎に行って農業しようか言うから、うん、嫌がるわ、畑なんて言うよ、言うでしょ、それ言う、奥さん今言うでしょ、農業やろうか言うな、ほんまに頭悪いな自分ら、だからな逃げられるんやわ分かったわ俺理由、なんで俺が綺麗な奥さんに、ね、農業するから一緒に手伝ってくれるって言ったら、うん、バカじゃないのって言われる絶対言ってくれるね、で俺どう言うてるか、うん、俺が全部やるから、うん、毎日本書いといて、どこで木の奥さん本書くの好きやから、うん、なあなたがそう言うんじゃ俺がするから全部って、うん、そういうわけよ、まあそれでそれでうまく収まったらねなんで私がそんなことせなあかんの、田舎行って百姓って思うわ誰だって、まだ若いのよ私って、
まだこれからやったあんたと別れて、あなたと別れて、私は一人で羽伸ばすの言うてんのに、田舎行って農業しようか、うん、アホかお前はって思われて、そうそうそう、うん、俺は行ってくるから、うん、たまに帰ってくるけど、うん、野菜持って帰ってくるわぐらいでええねん、それ行きましょう、程よい距離感っていうのがあるわけですよ、もう子供胸大きになってね、うん、若いとこ見て何言うとんねんこのおっさんのわけのわからんこと言って、話に何にもなってへん、まあほんまね、第一農業漁業はビジネスのチャンスも大きいわこれから、俺ずっと思ってるもん、うん、じゃあほんまにそんな大きな商売じゃないよ、うん、自分で作った野菜を直販で自分で売れる時代なんで、自分で取ってきた魚をね、うん、いいですかね、どうやもうだ1ヶ月に1回魚や漁業が俺いった定期配送できるわけよ、もう1週間に1回旬のものをね、この発泡のクーラーでワンボックスボーンと送るわけよ、うん、定期的にってのができるわけ、定期的に、ほんで一番はそこに一番大事なのは何俺つけようか思てんの、これこっからビジネス面白い、こっからはまともな、撮ってるところも映すね俺動画で、撮ってるところな、今ここでこれ撮ってる、ここ船にカメラそれつけといてええわけやんか、今これ撮ってこうやってこれ上がってる、これを送りますねみたいな、今週はこれ必死でこう撮ったとこね、必死のやつのあれはちっちゃかったりしちゃない場合もあるわけやんか、サザエやったら夏ね、サザエアワビやったら今からここ潜って水中カメラで、うん、水中カメラよこうプッと撮ってるところもね、動画と一緒に動画を配信して宅配も送るわけやな、定期的に送るの、またそれが一番ええと思う、お任せな、まあ、あれとこれもうそんなもうそんなもうあのゆっくりしとんでしょ、老後で撮りながら、だからお任せやっちゅうてんねん、ブリがええとかヒラマサって魚カンパチがええとかマグロがええとかね、イワシやサバや言われたらかなわへんが、取れる時も取れんのがいいから、だからなお任せ全然望んでないもん送ってきたりとかもあるわけ、当たりと外れが、その週によってええーみたいなとか、うわーみたいな今週これやーみたいなとか、ええーみたいな、人で入ってた人でとかな、まあそれは冗談やけどじゃあ本当に、いやまあ常識外れだけどやってみましょうか、いやそうやって生産者っていうか取ってる漁業者の顔も分かるしね、どこで現場で取ってるかも、ほんで海ってこういうもんなんやと、なぜかというとしけて出れないっていうのも動画で撮るわけ、俺が毎日作業の出るけど海出られへんな、もう何もないわしゃあないわみたいな、だから野菜入れとけ今週野菜やわ、もういらんわ、ね、なぜならって動画がちゃんとあるわけ、海出られへんかったから、その代わりやで1週間に1回3000円の3000円って決められたワンボックス3000円であってもやで、場合によっちゃ5万円分ぐらいボーン来る時もあるわけやよ、大量の時はなるほど、だそういうビジネスって面白いと思えへん、まあ面白いと思うけども、成り立つかどうか分かるけど、成り立たんでええね別に、自分が楽しんでやってんねんから、だからそこが基本やっちゅうてんな、分からんかなあなた方は、いやビジネスというんだったらある程度そういうのを考えたらなんでしょう、それになるから前に進めへんし、しんどくなっていくんだから、まずやりましょう言ってた、俺がやんねん、あんたがやらんねん、僕がね、俺がやんねん、ああ やりましょう、うん、俺は何でもするから、だからね楽しんでやるのが大前提、いやいやそうそう思うですよ、ああしんどくなるから、うん、そうそうそうだろう、こう長く、ね、あのずっとこう引き継いでね、長くっていうことは何をすればいいか分かって、楽しめることやったらいいわけ、楽しめることないと続かへんよね、続かへん、俺だから釣り、うん、海が一番好きやん、それ行きましょう、うん、行きましょう、もう時々行きますよ、混んでええわ遊びに混んで一人が好きやから俺は一人で船の上におんのが好きなんや誰かがおんの嫌なんや、奥さんの船嫌いやから、船の上に酔うから、もう俺一人です、ほんなら年に1回行ったらいいんですか、もうね一人でね、毎日漁行ってで、ね、死ぬ時も船の上で死にたいから、もう船の上で僕はほんと、ほんだら俺の、うん、えいいじゃないですかそれは、そのまま沖の島に流されていきたいわ、はい、やりましょう、ほんだら俺の死んだおじいちゃんがよう来たみたいなよう帰ってきたぞあ、でもまだしてないわ、その
よう帰ってきたな僕の島、うん、最高よ。冬寒いけどな、うん、まあだからそんな感じ、うん、もうちゃんとあるわけだから、そういうのを持ってって言ってるわけよ、うん、みんな。そうだね、違う。だからこれからほんまにもう一回戻る。僕農家漁業は直販の時代に変わるんで、もう漁協組合に卸してるとかそういう時代じゃない。だからいろいろあるやで、うるさいのが漁業入らんと漁できへんとかあるんやけども、必ず変わっていくから、うん、ダイレクトだよね。もうダイレクト、うん、もう農協とかね、うん、もうそれはもう倒産と、うん、難しい壁はあるんやで、うん、あるけど農家やったら別にできるわけ、うん、で自分のちっちゃな畑でそこで育ったりする、うん、ね、人にあげる程度、お裾分け程度で商売やってたらいいわけ。海の場合は密漁になるんだな。あ、うん、だから遊びの船な、プレジャーボートとしてね、取ったやつをお裾分けぐらいのレベルやったんやけど、うん、やっぱ商売になると漁業組合っていうのが必要になってくるんでね、うん、そこら辺は考えながら。でも変わるから、絶対に漁業第一分野の話も出てきて、うん、大事だというのは分かりました。人間ね、自然に帰るわね、うん、最終的には食べ物よ、うん、やっぱりな、最終的にな、もう何にも左右されへん、世の中の景気にも何にも左右されへんことしたらええわけやんか。違う、むちゃくちゃシンプルで簡単なことやんか。え、何にも左右されへん。場合によっちゃ持ってる自由だね、預貯金持ってるもの全部なくなっても何ともないぐらいの。あ、まあ当然漁業しようとは船はいる、これはもう最初に凍ってるからな、うん、言えばで、ガソリン代いるわ、うん、な、で住んでるとこあったら電気代も多少いる、うん、な、プロパンでも何でもガス代もいる。こんなんも極悪で、電気なかったらええやろ、発電機自分でな、ちゃう、そうできるよね、うん、ガスなかったら火起こしちゃええねんから別に。違うふんふんって笑ってるけど、火起こすの大変やで。何がやねん、そんな別に来ない、無視、ライターなしでよこせ言うてんちゃえろ、今じゃライタープチュッとつけたらいいだけやねんか、マキヒロできて、来ない人、ふうふうふうやれ言うてんちゃえろ、アホか。それは、あの、飲めぬ、だから、使うと、うん、だからね、今日、ええ話するわ、今日な、うん、何に、あの年金2000万円問題と一緒や、うん、何に不安か分からんけど不安やみたいなのがよくおるんやん。農家いっぱいおるさ、そういうことやろ言うてんの、うん、だから俺が今答え言うてあげてるわけやんか、うん、何に不安か分からんのに不安なとったら解決せえへんやろそんなもん、うん、する問題が何かすら分かってへんから、何に不安なのかを明確にするからね。んそれは無理よ、そんなもん。何に不安か分からんのに一生懸命働いて貯金して、貯金しとかな、老後が大変だ、貯金しな、老後が大変だってやってるわけやろ。永遠に消えへん、もうそんなもん。俺はっきり言うけど、3億円、4億円あっても不安消えへんって言うとくけど、あの見てる人、私今貯金がね、例えば1000万円ぐらいしかありませんと。ね、やっぱり5000万円ぐらい持ってなかったら不安だって言ってるやん。これ一緒、4億円持ってても 5億ぐらいまで持っててくる、一緒。変わらんで、そんなのがね、それなりのボリュームの生活していってるから今度は、うん、でそんだけ稼ぐこと払いもでかなってくるの、いろんなもんが、うん、これほんまに確かな話だ。同じラインが永遠とエンドレスのラットレース入ってるだけや、うん、ですかね。はい、ただ経営者っていうのはね、経営者の場合は事業で利益が出たお金をね、経費として使えるんで、ね、その分やっぱりある程度いろんな意味合いのボリュームがでかなってくるんや、うん、でもちょっと話悪いけど、今日が言うのは、ミコイみたいな経営者じゃないと、今から切るよって言うけど、うん、なんで会社経営性って俺しつこくずーっと言い続けてるし、子供にも言うし、知り合いにもみんなあなたのこの動画でもずっと言うてる理由で、うん、今日めっちゃ確信やで、ね、聞きや、うんうん、会社員はええから月給30万円、額面ええかな、うん、会社からあなたの能力は30万円ですよって決められて、月給30万円を支給されます、うん、ですかね。だから独身の人やったら、例えば、所得税、うん、社会保険料、厚生年金で、こういう保険、これちっちゃいけど、うん、なんじゃかんじゃ引かれて手取り23、4万とか、毎日は22万円ね、家族がいる人やったら24万とかあるわけ、うん、まあなんせ30万だったら6万7万引かれていくわけですよ、うん、ええか、ここめっちゃ大事じゃないわけや。
そこからじゃあ30万円から6万円引かれて残り24万円ですと、うん、この24万円で生活せなあかんわけですよ。そっから住宅ローン払う、電気代払う、ガス代払う、子供の教育費払う、うん、携帯電話代払う、何にも残らん。ええかな、これが会社員の現実なんですよ。で経営者の現実よか、経営者は例えば100万円でしょ、給料ちゃうで、これ給料じゃない、聞いてよ、個人事業でしょ、これ会社経営者より個人事業の方が分かりやすいから、100万円の利益がありましたと、ええかな、1ヶ月に100万円利益、これを税金、社会、税金や保険料とか年金取られる前に先経費で使ってまいるんですよ、うん、で残った例えば100万円の利益がね、うん、あったら70万円使うと、うん、でこの70万円何使ってるかやったら自分のところの私物化、あなたもやってるでしょ、うん、会社の経費じゃないもん、自分のなんかお金使ってるわけですよ、うん、はい言うたら、ね、ええかな、ちょっとありますよね、あるでしょ、はい、で残った30万円に対して税金や何払うわけですよ。っていうことは場合によっては100万円の利益やったら100万円全部使ってもらうこともできるわけですよ。でか、はい、これが経営者と会社員の大きな大きな差なんよ。分かる言うてる、っていうことはもう一回元に戻ると、100万円の利益からもう一個踏み込んだ話や、もう一個賢い話よね、100万円の利益から70万円使いますと。でか、この使ってる70万円は資産に変わるものに投資しても経費化できるものっていうのがあるわけですよ。うん、節税保険もそうよな、あなたの一つ入れた節税保険もそう、あと不動産の投資もそう、これは建物は償却資産になるんで、ね、ただあの経費化できるけど、土地に関しては完全な資産なんで経費化はできへんけど、要は何か資産、将来の毎月キャッシュフローを生む資産に変えることができるわけですよ。そういうものを買い物することができる、ここが大きな差なんよ。分かりやすいやろ、これやったら。分かりますよ、はい。最初に取られるんですよ。取られた後に使わなあかんのさ、会社員っていうのは。そうそうそう、取られる大丈夫だ。だから問答無用で、で取られる仕組みが出来上がってるわけですわ。うん、取りやすいから、うん取。取りやすいとこから取るんやから。うん、でそれ取りやすいっていうのは個人から取ってるわけじゃん、すよ、見てると。いいかな、経営者の会社から取ってるんです、あいつらは。会社から取るから会社は個人から取らなしゃあない、こういう仕組みなんですよ。だから経営者だったらこれが逆転するんですよ。さっき使ってしもといてから残ったビビタルかどうか知らんで、ね、残ったスズメの涙を申告、このこれで取ってくださいよ。自由度が全く違う。何な、そうそう、なんか話ずれたな今日この話を、はい、でずれた俺その前に何の話だったっけ、表紙何やったっけ、第一農業漁業、うん、農業漁業、何の話しとったっけな、えだから会社やれ会社やれって言ってるわけですよ、うん、とにかく自分でやれと、うん、ね、そうやないとお金がたまらんのよ、お金というか資産がたまっていかんのよ、使うばっかりで、で、ええ話や、ええ話です、ええ話です、ちゃうか、はい、だからやる一刻も早く会社辞めろと、うん、自分でせえな、そうだね、うん、大事な話やね今日は、うん、そうやろ、 OK です、うん、だからこれからあれよ、第一次産業の時代やからな、覚えておけよ、 AI ちゃうで、はい、 AI の時代じゃないんやで、うん、そうですか、うん、AI の時代じゃないんで、うん、AI と俺がさっき言った漁業農業をやって生産者な、うん、生産者、うん、生産者が直接ダイレクトに届ける、うん、これは今までもあった形ない、うん、ここに AI をくっつけるわけやわ、わ、うん、かる、なるほど、うん、と言ったら動画で実際作ってるところ撮ってるところを見せてね、それをこう体験してもらう、うん、ね、青い海、うん、青い海、青い空の時もあれや、大しけの海、大雨、台風の海もあるわけですよ。それを見ながらそのお魚を味わっていただくと、そこに何かその AI というか人工知能をくっつけたら多分面白い、もっともっと面白いものができると違います、いや、それいいと思います、うん、どう思うね、これは、やりましょう、それ
ほんまやったら宅急便使うよりドローンで運びたいんだけどな。船の上でわー俺がおーおーってやってこんなやつうわーっとつったぞーって言ってこの動画見て家でスマホでおーこれ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 私のとこ来るわーってドローンがピュー今から行くよーって俺がくぐぐぐってくぐりつけてピューンとドローン飛んでいったらかっこよない、2時間後に行きますよそっちにみたいな、魚がドローンにぶら下がってる可能性高いと思いますよ、じゃあほんまにこうなったら変わるよ世の中、最高よもう、でドローンでね、例えば俺がドローンでお魚をぶら下げて飛ばすとね、鈴木さんのところに、鈴木さんが「いやありがとう、じゃあうちの今日取れたスイカ返すわ」って言ってスイカをくぐりつけて俺のとこピューンとまたドローンが返ってくるっていうの、どうこれ夢がありますね。いやほんま物々交換ですよこれ、もうお金どこにも介在せへん、なるほど介在しないんですよ、だから俺の夢はねほんまにね物々交換や、俺は漁師や、ね、お米欲しかったら農家と交換ってから、でたまに焼酎飲みたいなと思ったら酒屋さんにちょっと魚と交換、まあ、酒屋さんってないからだからこういうね、今こういうの発達してるの YouTube から、そうでしょ、あなたの AI ですよこれこそ、で僕は今日美味しいお魚あるけど誰か焼酎3本と交換してもらえませんかってちょちょちょっとおー私みたいなちょっと笑うてるけど、いやよくよく何の夢がある夢が夢じゃないんですよ、さあ大聞けよだよこれからはこれの時代なん、要はねお金がいらない時代、なるほど、これ税金取られへんから、これ税金出て課税すんねやろ、こんなん増えたら税務署いらないね、これが増えたら、お金はもらってません払ってません、領収書もありません振り込みもありません、ただ私はブリ1本あげてサバを1匹あげて焼酎を1本もらっただけやと、これ最高よ、どれでわらしべ長者、税務署いらなくなる、おわらしべ長者、もう一個言うか、もっともっともう一個行くで、行くで、1年間、ええかな、ちょっとよ、1年間、私が漁師になったとしょ、はい、船もバーンと映って動画で、はい、出てると、ええかな、365日の中の1年間の100日、いわゆる3日に1回ぐらいですよ、4日に1回、4日に1回ぐらいな、4日に1回やめよう、1週間に1回、はい、1週間に1回、私が厳選した魚を、大体こんな感じのやつって言って、ね、魚と貝とかコンビして、こんな感じのやつを無料で1週間ずっとお届けしますと、その代わり何かいただけるものを提案してくださいってオークション形式よ、はい、あ私とかほんだらビール1週間に1回必ず送ります、ってか出てきたよね、はいはい、タバコ1年分とかね、はい、1日2箱1年分で交換してもらえませんか、いやはいって次で別荘があって500坪ぐらいあるねんけど、これと交換してもらえませんかとか、こんな案が出てくるわけよほんまに、もう使ってない別荘あると死んだおじいちゃんが、あっ分かった、でその別荘行きましょうと、魚1年分1週間毎週送るんで、はい、その別荘いただきます、わらしべ長じゃないの、違う、でその1年目は静岡の別荘が俺持つわけ、いいかな、はい、ほんならまた2年目始まるわけよ、はい、1週間に1回魚を送ります、はい、で次それちょっと有名になってるんで、うん、はいって、ね、極端に言うてね、うん、私のおじいちゃんが死んだおじいちゃんが持ってた銀座のビルがあるんです、それと、じゃあそれ行きましょう、俺銀座のビル持つ漁師がじゃあ笑ってるんだよ、いいじゃないですか、それもね、だからモデルとしてはちょっとその時協力した、じゃあ本番お漁師だったらお金をもらわないやつやりたい、はい、魚を送ります、お金はいりませんと、はい、その代わり何かくれと、気持ちいいでしょあなたも気持ちよくない、気持ちいいというかね、面白いよね、お金はいただきませんと、払わないでと、その代わり必ず何かくれと、思いもかけへんもん送ってくれる可能性ある、死んだおばあちゃんがつけてた肩身のダイヤのすごい指輪とかが届くかもわからへん、これ売ったらもらんねやろみたいな、めっちゃヒントがくれてんねん、お前これ冗談で言うてるけど
わかりました。これからの新しいビジネスの形、はい、 OK です。どう思ったこれ。奇想天外で面白いと思います。あなたにはまだ奇想天外にしか分かってないだけなんやな、うん、俺これ20年後にこの動画多分世の中ではもう全然あこんなこと言うてんねや昔はみたいな、今当たり前よみたいな、うん、なるかも分からない。ほんまに分からんでしょあなた、今想像もつけんでしょ。最高のビジネスの形っていうのは、最高の形っていうのはお金が動かない世界なんや。多分こんなこと思ってる人おると思うわ。もうお金じゃ動かないと、物と物が動いてるだけや、ブツブツ交換。なるほど。まあリスクを考えたら大変かな。何のリスクなんだから。何のリスク、今日もうこれで終わるから大事なところ、何のリスク、これ何の質問、めちゃちゃんと答え、もう人と契約やからね。だから何のリスクなんて、いや帰ってこないかも分からない、うん、それがあなたがさっき一番さっき前回かもう今日の動画で今日言ったギスギスした世の中が、あなたもそこなんよ結局。いやそう思いますよ。だから俺の言ってるのなんて世の中もっと幸せになるよ。契約なんかいらんと、うん、これあげるから、ああ帰ってけへんかった、あもうしゃあないな、うん、そんな人も世の中おんねや、もうあげんとこって言えんじゃん。それで問題なければいいですよ。何の問題もないですよ、趣味でやってんねんか好きでやってんねんか、だからそこが全てなんよ。でもビジネスを言ってるでしょ、ビジネスというの、うん、ビジネス上どうか、これね何がすごいかって言うかんじゃん、分からんかったら、うん、ほんまに分かってないから、言うで、まあ、言うで、うん、何がこれにすごさに見えてるか、うん、言うで、はい、その返ってくるものがとんでもないものに化ける可能性が大なんですわ。まあ、だからこっちがこれくれって言ってるわけじゃないですか。わかりますよ。なんかちょうだいねって言ってるんですよ。うん、ね、ほんなら人によってはやで、うん、今はスーパー行ってイワシが売ってましたとか、イワシパックあるとせいや、うん、これ300円って書いてるわけや。ほんならみんな誰もが、あこれは300円やねんなと思うから300円払うわけですよ。違います、レジで書いてるから何が来るか分からへんということは違うんですよ。だからこっちは送るよと、うん、気に入ったら何か送ってねっていう感じよ。いやだから、ほんならそれは300円って手札がないから、うん、場合によっちゃ50円のものしか返ってけん可能性があるわけ、うん、でも場合によっちゃ100万円が返ってくる可能性もあるわけ、うん、いらんもんちょうだいねってなるわけ。だからそこでのこう、ま、取引というか、うん、同時にバックグラウンドとしてはみんないろいろ頑張ってやってるわけですよ、うん、それはねここだけじゃないわけね、うん、サラリーマンに働いたかも分からへん、だから何を言いたいの。だからここでねそういったリスクの高いところをねやるというのはもう全員がそうなんてあかんと思うんですよ、うん、ちょっとよう分からんねんけど、要はねもうちょっとな今日めっちゃうるさいです、リスクの基本分かってないんですよ。僕の意見だけですよ。僕の意見。あなたのリスクは何なん？もう一回聞くか。リスクというのはやっぱ何かやろうとしたりしたら、うん、まあ損害を。損したってことやろ？そう、損害。損することがリスクやろ？まあまあそうですね。金銭的に損することがリスクやろ？いや、メンタル的なこともあるかも分からない。うん、俺が思うリスクって、うん、俺何回もこの動画で言われてるけど、時間のリスクの方が大きいんですよ。ええかな、うん、だから僕はね、まま、もうそういう思うんであればそこやっていたらいいと思うんですよ、うん、それが今日のめっちゃいい話してんの。いやそれやっていきましょうよ、素晴らしいやろこれ。だからお金が介在せえへん、だからそれやっていきましたらいいと思います。ほんでな、一回俺な実験的に他にもやりたいことあるね、うん、お店、うん、値段ついてないお店やりたい。いやそれやったらいいですよ。魚バー置いててな、うん、野菜バー並んでね、その代わり生鮮食品だけな、うん、加工食品なしで、ね、体にいいお野菜とね、魚で値段書いてない、賽銭箱置いといて、お気にメスママって書いて、お気に入ったらどうぞ、なんぼたまんねやろな、であかんかったらね勝手に持っていかれるばっかりとか、1円とかして入れてくれへんかったらな、もうやめたいねんけど、多分な日本そんなことないと思う。ええ人多い、同じテレビやってますよそれ。あそう、それ餃子やろ、冷凍餃子なんか忘れたけど、あれ値段決まってんの、3泊1000円とか、あんねんあんねん近所にも。で入れるんやけど入れなかったんで、でカメラに持って見つけて言うたらセットや。そうそうそう
でも魚屋さんそれ違うわ、入れるんやから1円でもな、値段決まってる、あれは値段決めてるわけ、決めてるな、3パック1000円やから1000円札入れてねって決まってるわけ、だから窃盗や、500円しか入れない、うん、でしょ。でも違うん、1円でもええわけよ、いくらでもいいから入れてね、うん、そうだったね、泥棒なれへんわけよ、うん、多分余計盗まれるかも。でも魚一匹持って逃げるやつもらえやろ、猫ぐらいしか、うん、いや、それはただでもらったらいいですよね、1円でやったら、いや1円で魚一匹もらえたらいい、そう、で俺がそれテレビかなんかニュース出て経営者だよな、うん、いやすごいっすね、こんなこと、いや盗まれないですか、いやめっちゃ損しましたわ、1円の人が多すぎて泣いてる顔とかな、それでええんやったらええよ楽しい、前取ったらええよ基本で終わり、これがビジネスの新ビジネス、わかりました、了解です、はい。